シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。ようこのゲームは新イベントガチャ引いてくってやつで、さあというわけで今回は新イベントガチャ引いていきたいと思うぜ。はい、ということで、まあ期間限定アルファも終わり、普通に新イベントが始まったぜ。まあ今回引いていくけども、来週もしかしたら鳥獣合体コラボもあるかもしれんから、まああんまり引きたくないよな。まあそもそも新イベントはそんな引かないし。まあというわけで今回は、確定パック200分だけ買って、あとちょろっと引いて終わりたいと思うぜ。はい。で、まあ今回はいい性能をもらってはいるよな。ちょっと見ていくと、あ、ここにないんか。あ、じゃあちょっとでっかい画像置いとくわ。まあ、一番左、火属性、タルミ&ザリチュー。はい、この子は、アンチ転送壁を持っていて、今後そのギミックでハマるかもしれんし、現状では、まあ、友情コンボが非常に強力で、邸内の周回いけるかもしれませんよ、というやつ。で、お次の真ん中、水属性、アンラマンユさん。まあ、この子結構モリモリもらっていて、殴り火力すげえ出せますよ。で、3ギミック対応。で、現状で言うと、超究極祭、セーラム適正。で、なんかもうそのセーラムだけで終わる感じがしないんだよな。だから持っておきたい。で、お次、赤マナフさん。まあ、4ギミックの幅広い対応力と、高難易度の、まあ、バフ役としてサポートができますよというところで、なんか持っておけばよかったっていう場面、すごく来そうなキャラクター。まあ、現状では、サーラサで、セーラムもいける。というところで狙っていきたい。まあ3人とも、今後怖いよな。だから今回まあ俺はちょっとアンラマーユさんと赤マナウさんを押していきたい、まあ、狙っていきたいというところよ。で、まあ、それ以外にもちょっと理由があって、今モンストなんかあんまやることないんだよな。だから動画も出せないから、アンラマーユさんと赤マナウさん当てれば、まあ、セーラームの動画撮れるから、そういう意味でもちょっとこの2人を当てたいということでやっていきますか。いや、まあまあ誰でもいいのよ。うん、正直誰でも嬉しいんだけど、まあさっきのね2人を狙っているというわけで引いていこう。さあ誰来る。オーラー誰来る。ちょっともうなんかオチ見えて笑ってしまってんだけど、来るだろ、さすがに。わ、もう分かってるからな、もう。分かってしまったな、もう。ちょ、笑ってしまったもん。絶対こうだもんな。絶対こうだもんな。恒例行事だもんな、これな。スノーリのエッタもな、4体出たもんな。なんか水属性被りまくるからな。来ると思ったんだけどな。今回も、こうか。じゃあ、友情コンボ強えとか、なんか、手内でいけるっていう、動画撮れるかな。ちょっと待って。じゃあ、20連、引いていくわ。待って、超究極さえセーラムで撮りてんだよな、このアンラマーニューで。行こう。20連行こう。20連。止まったら勝ちね。オーラー！いや、マジよ、スノーリーのエッタやばかったよな。控えで適正もらったからよかったけど、あれ、ショートもすげえ伸びて、頼むよ、ほんと。はい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 、まさか爆死じゃねえだろう、なった。いや、ここでオーブ使いたくねえんだって。はい、50個も、さっき購入手に入ったけど、50個失います。オーラー！はい、止まった時点で勝利確定。アンラマンユ来い。はい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 、あんな加藤清正さん伸びする。はい、調子はどうだい。2体出てこねえか。まあタルビちゃんでもいいんだけど、転送壁のギミック来てハマった場合でも最適取れるような感じではないよな。まあ SS と友情コンボは強いんだけど、いや、どっちか当てときてえな。ほんと今回当てとかんと怖い感じはある。いや、でもなんでほんと
欲しいって言ったやつ出んの、ほんとこれ。まあ、毎回のことなんだけど、はい。アリエヌさんに託しますか。さあ、というわけで、アリエヌさん買ってきたぜ。いや、さすがにどっちが来るでしょう。いや、もう、流れ的になんかもう読めるけども、いや、運命変えようや。マジ。頼むぞ。頼む！オーラー！いや、マジもうスノーになりたかったからもうほんと、マジ来いってほんとに！オーラバカにしてるのか！知ってた、まあ、でもよ、全然オッケーだよな。いやもう本当に今回みんな同じような感じだし、いいもんもらってるし、いやいや全然オッケーよ本当に。運営さん残念。いやどっちか欲しかったわ。ちょマジどっちか欲しかったよ本当。いや今回もか。いやもう俺確定パックのシリーズと相性悪すぎだわ。確実に聞かれてるこれ俺の声は。はい。でも俺正直残りのアカウント2つ確定パック買う勇気はないわ。うん。で買っても多分この子出るだろうしな、2アカウントとも。だからもう最後にこの兄 N さんで10連して終わりますか。はい。さあ行きやすぞ。10連これで止まったら勝ち。止まったら勝ちよ。オーラー。どっちか出ればオッケー。止まれ。止まったら勝ち。これで気持ちよく終わろう。はい。しゃー。はあ。ちょっと待て、おい、嘘え、このアカウントだいぶ持っとるぞ。9年ぐらいやっとるぞこのアカウント。え、今さらさっきます。いや待てだいぶ持っとるぞこのアカウント。今止まる？絶対出たと思ったわマジ。はい、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 まさか、これで終わる！いや、いや、いや。マジかい。いや、絶対出たらどっちかなと思ったら全然違うやんけ、マジでもう。いやー、ちょっとさすがに、終わるわ。さすがにこれ終わろう。終わろう。で、まあ、こんな感じでした。皆さんの結果お待ちしております。ということでございましょう。あばよー。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよー。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。